はい、こんにちは。国際不動産エージェント鈴木学でございます。今回の YouTube 収録はですね、はい、もしお金がたくさんあって、それでリスクを負えるような方だったら、どんな海外不動産投資が面白いかっていうですね、そういうお話をいたします。今、まあ、世界、まあ、日本も、まあ、不動産投資の主流っていうのは、バイアンドホールドっていう、要するに、中長期的に、不動産物件を所有して、通常、まあ、家賃収入を得ながら、まあ、5年後か10年後か何十年後か、売却するときにその売却益を取っていこうっていう、そういう、まあ、タイプが主流だと思います。で、その場合ですね、まあ、皆さん見られるのがその利回り、賃貸利回りですね、まあなんですけれども、その利回りの数字を見て、やっぱり低くて面白くないなという方は、まあ、いらっしゃいます。まあ、例えばの話、今、東京だ、ニューヨークだ、ロンドンだ、シンガポールだ、まあ、そういう、まあ、世界の、よく知られた大都市で、言うとですね、まあ、賃貸利回りって、まあ、せいぜい 3% ぐらいですと、まあ、銀行の金利よりマシじゃんみたいな、そんなお話しか、まあ、できないような状況です。で、それで、都市ランクを下げてって、まあ、地方都市、中堅都市とか、そういうレベルに行っても、まあ、賃貸利回りは、まあ、国によって、都市によって違いますけれども、まあ、5%、6%、7%、8%、せいぜいそんなお話、10% いかないのとか、他の、まあ、いろいろ、なんだろう、数字を求められてらっしゃる方はですね、はい、まあ、まあ、少なくとも十何パーセントないと、なんか、ボルテージ上がらないな、みたいなですね、まあ、そんな方もいらっしゃいますと。はい。で、私から見て、そのやっぱりバイアンドホールドっていう、まあ、保有型の不動産投資で利回りを、上げるっていうのは、まあ、年を追うごとに基本難しくなってますと。まあ、それが、美味しいのは、まあ、例えばリーマンショックみたいな、ああいう、金融システムリスクが顕在化して、それで、まあ、融資に刺さられていた不動産価格が暴落をして、結構いい立地のいい都市の物件が割安で買える、利回りも結構出ると。まあ、そういうリーマンショック直後ぐらいのタイミングで、まあ、現金を使って買われる、られる方だったらいいかと思いますけど、今って、まあ、基本どの国も金融、ジャブジャブお金余りです。はい。特にコロナになって、それがますます助長された感がありまして、やっぱりなかなかですね、いい年のいい立地、に限らずですね、不動産の保有型で結構高い利回りを出すというのは難しくなってきてますと。はい。で、そんな中ですね、十何パーセント、20%みたいなボルテージの上がるような不動産投資で、かつ不動産投資の良さであるやっぱりリスクの低さ、安全性っていうですね、そういうのも担保した中で、どうやったらいいかというと、私はもう保有じゃなくても開発に行く。要は、不動産開発プロジェクト、みたいなことを考えられる方がいいんじゃないかと思います。開発ってどういうことかというと、まあ、例えばの話、土地を買って新築を建てます。あるいは、既存のお家を、まあ、安く買って、リフォームして、売ると。まあ、そういう感じになりますと。はい。で、まあ、どちらもですね、まあ、かなり、開発なのでですね、その許認可権だとか、近隣対策だとかですね、プロジェクト融資だとか、その、プロジェクトやってる中でいろいろリスクがありますのでですね、やっぱり、それをやる仕事、デベロッパーがやるんですけど、基本的にはプロジェクト利益は、まあ、国によりますけど、まあ、少なくとも 15% ぐらいは、出す。まあプロジェクトによっては 20%、30% 出すっていうですね。はい。そういう、やっぱりビジネスプランを描くことが多いです。で、そういうプロジェクトって大抵、銀行から金は借りにくいわけです。つまり不確定要素が多いし、やっぱりプロジェクトで何かしないと銀行側としても担保も取れないっていうことなので、金は借りにくいですと。なので、世界中の金持ちに、出資してもらうわけです。で、もし自分で手金があれば、
十分あればそういう、開発プロジェクトの、金主、金主としてお金を出して、まあ、基本通常の、まあ、プロジェクトがうまくいけば、まあ、15%、20% みたいな、年率換算で、まあ、高い、収益を、リターンを得るということが、まあ、十分視野に入ってくるわけです。で、これはですね、やっぱり一般的にはそんなにお勧めしません。やっぱりどんな方にお勧めするかというと、まあ、お金が手元に十分あって、で、リスクを負える方ですね。で、大体、まあそうですね、まあ下手したらお金溶けちゃうかもしれないみたいな、まあそういう可能性がゼロじゃない中で、皆さんどれぐらいお金を出すかというと、まあ経験、私の経験からすると、手元に持っているお金の、まあ大体 10% ぐらいかな。リスクを負える人で 30% ぐらい出す方もいますけれども、やっぱり、まあ手元に3億円ぐらいあって、まあそのうちの3000万円だったら遊んでみてもいいかな、みたいなですね。まあそういう方に、基本的には向く、ことかと思います。で、具体的にどういうのがあるかというとですね、まあ、例えばの話、アメリカのサンフランシスコですね。まあ多分アメリカで一番不動産価格高い街でですね、まあエリアにもよりますけど、まあ普通に戸建てを買うと1億円以上する。タウンハウスでも、まあ基本、まあ何千万円の高い方みたいなですね、そんな地域なんですけれども、まあそのサンフランシスコの中で、まあ比較的属性の劣るような地域ですね、そういう地域で、まあボロ屋、まああるいは、まあ移民系の方が住んでらっしゃって、なかなか、お家賃が、払えない、滞納もしてるみたいな、そういうなんか物件を安く買って、で、綺麗にして、で、まあ、その地域で買いたい方に売るっていう、そういう、まあ、フリップっていうんですけれども、そういう、まあ、既存住宅の、まあ、リフォーム、レノベ、転売事業ですね。まあ、日本でも、まあ、たくさんあるんですけど、それのアメリカ版みたいな感じですね。はい。そういう、プロジェクトっていうのは、比較的、開発プロジェクトの中では予算が低くて、まあ、数千万円総工費ですかね。で、アメリカのパートナーが半分お金を出す。で、日本のパートナーも半分お金を出すっていうことになっても、やっぱり、出すお金はまあ3000万円ぐらいで済む。まあ、場合によっては2000万、1000万で済む。で、その、なんだろう。プロジェクトをやってる期間中にいろんなことが起こるんですけども、基本的には、サンフランシスコという都市があって、不動産マーケットがあって、誰か買う人がいるんであれば、まあ、結構な確率で、数ヶ月後には、まあ、15%、20% 年率換算のリターンを手にして、嬉しかったね、みたいなことに、まあ、基本的にはなるというお話です。はい。あとは、そうですね、コロナになって、まあ、全世界、まあ、いろいろなビジネスが止まってる状況があるんですけど、やっぱり、お金がやっぱり、ジャブジャブ余ってるっていうのは、日本でもそうだし、海外でもそうだし、なので、さっき言ったその保有型、バイアンドホールドを想定する物件が、バーゲン価格で借りるって、買えるっていう状況には、やっぱり、今のところはなってない。来年になったらどうなるか分かりませんけど、ちょっと今の時点で、まあ、特に住居物件のバーゲンっていうのは難しいです。ただ、コロナになって一ついいことは、まあ、投資家にとっていいことはですね、プロジェクトに関して言うとですね、コロナ以前よりかなり条件のいいプロジェクトが出てきてますよっていうところです。なぜなら、今コロナになるとホテルとか、飲食店とかテナントビルとかそういう会社はやっぱり悲惨じゃないですか。日本でも海外でもどこも起こってること一緒です。で、例えばの話、ホテルを処分する。あるいはホテルは生かしたいけれども、そのホテルを持ってる会社が住居物件を安く処分するみたいなことは起こってきてます。まあそれが、まあ、額はやっぱり数十億円とかになるんですけれども、まあ、そういうものが、コロナ前よりは安く出てくる。その安く出ているものを模様替えして、まあ、
高い収益を出していこうみたいな、そういうことはですね、お話はたくさん入ってくるようになりました。一つの例を挙げると、カナダのバンクーバーという町がありますと。おそらくカナダの中で一番、留学生にも移住者にも人気の高い町かと思います。特にアジア系の方から見ると、カナダでやっぱりアジアに一番近い太平洋側にあるし、気候もいいし、まあ、自然も環境も豊かでですね、はい、町も綺麗と、まあ、いうことで、はい、非常に人気が高い。で、留学生も非常に多くて、家は不足して、はい、まあ、そういう状況がある中で、最近出たプロジェクトはですね、要はバンクーバー地元の、ホテルたくさん持っている会社がやっぱり資金的に厳しくなって、で基本、まあ、ホテルは結構なかなか売れないんですね。やっぱりカナダの金融機関もあんまり融資つけられないので、空きホテルなんかなので、今すぐ売れる12階建てぐらいの、まあ、4年前に建った新築マンションですね、一棟で持ったやつを安く放出すると、はい、そういうお話がありました。でもその安く放出するというのが大体50ミリオンカナダドルぐらい、5000万カナダドル、日本円で言うと40億円みたいなお話なので、まあ、決して安い買い物ではないんですが、で今何が起こってるかというと、その、今新築、まあ、築4年のレジデンスとして出ている物件を、現地で長年学生寮をやっている運営している会社がですね、まあ、これから3年4年かけて学生主体のレジデンスに変えていくと、で、学生の方がその一般のファミリーよりは高密度で、住まいますし、まあ例えばの話、2部屋ぐらいの、マンションを、区切るんですね。で、その区切り方もですね、今スマートファニチャーっていう、ほとんど壁みたいに、見えるんだけど実質は家具ですよみたいな、仕切りにも使えますよみたいな、そういうものを使って、まあ、小分けにして、ね、学生、まあ、学生なんてもいくらでもいます。新規でバンクーバーに来れるインターナショナルの学生は少ないですけど、ただバンクーバーに昔からずっといる留学生、本国にも帰れないし、逆に本国に帰るよりはカナダに行った方が安全みたいな人も多い、そういう中で、まあ、学生はいくらでもいる中で、そういう場所も便利な場所にあるので、そういう学生寮運営をすると、まあ、そのネットの賃貸収入も上がると。で、今のプランはですね、その大体40億円ぐらいで買う、まあ、なんだろう、レジデンスを40億円買ううちのやっぱり30億円ぐらいはすでに資金の手当てができるので、あとの10億円を、まあ、どなたかに資金出資をしていただいて、でその方に優先株を上げてですね、はい、で3年後、4年後、まあ、ほぼ学生寮になるとですね、まあ、賃貸利回りも約3割ぐらい上がる。はい、なので、その物件価格もだいたい40億円ぐらいから50何億円に、まあ、同じ賃貸利回りで割り戻すと、まあ、そのぐらいでは売却できるから、保有期間中のその、学生寮としての賃貸収入プラスこの値上がり益を3年ぐらいで取っていきましょうということで、まあ、それがまあプランなんですけれども、まあ、それで年率の利回り換算でどれくらい出るかというと、まあ計画ベースなんですけど、やっぱり 28%、29% みたいなですね、結構いい数字が出てきているので、まあ、億単位の金で、まあ、出してもいいと、リスクを負えるっていう方、はい、まあ、対象としては数十億円持っていて、まあ、そのうちの数億円ならば、まあ、出してもいいかなと。で、結構高く利回りで、収益リターンを出していきたいっていう方には非常に向くんではないかなというふうに、思いますと、はい、まあ、そういう、まあ、プロジェクトの高収益のプロジェクトのお話というのは私の方に日々入ってきておりますので、興味がある方はぜひ連絡取ってみてください。はい、はい、じゃあ今日の収録はこれで終わりにいたします。どうも清聴ありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いいたしますね。はい、それではさようなら。